マイク・デビアスは、アメリカ合衆国のプロレスラー。祖父は元は未世界ヘビー級王者アイアン、マイク・デビアス。父は、ミリオンダラーマンこと、テッド・デビアスで、マイクは長男にあたる。弟のテッド・デビアス・ジュニア、ブレット・デビアスもプロレスラーである。2006年に、テキサス州はマリロのインディー団体である、プロフェッショナルレスリングフェデレーションにて、クリス・ヤング・ブラッドのトレーニングを受けた後、 弟のテッド・デビアス・ジュニアと共にハーリー・レース・レスリング・アカデミーで再トレーニングを積んでデビュー。同年に PWF ・ s とテキサス・レスリング・ヘリテージ王座を獲得。テッド・ジュニアとの兄弟タッグチームでは2007年にフュージョンプロレスリング認定のタッグ王座を獲得している。4月からプロレスリングア愛兄弟で留学する予定だったが、マイクはトレーニング中に 全十字人体を痛めたことにより、弟のテッドジュニアだけが留学する形になった。負傷中は、あまりろに戻り、マッチメイクや、若手レスラーの指導を担当。2007年3月の復帰後も、テキサスやオクラホマなどの南西部を拠点に、活動していた。ありがとうございます。